1等ゲットできました。誕生日プレゼントです。同じようなのこれ。すごいセンター分けになってる。これ買っていいの？これ買っていいの？この靴買います。皆さんこんにちは。今日はこれ。出てきたばっかなんだけど、今日はこの間さやの誕生日だったということで、え、何？お誕生日にお出かけに来ました。やったー、サプライズだ。やったー。さや何歳になったんですか？15歳。15歳ということで、今日は一日ね、ふらっとお買い物したりしようかなと思ってます。お買い物楽しそう。ということで、まずはお腹がピコピコなので、はい、あとは遊んで帰るとき、あるときお時間やなのって言ったりしてられる気がする。すごい長文だけど分かんなかった。まあ、でも帰るよ。帰るって言って、結果帰るよ。遊んだら帰るよ。まあ確かに。じゃあランチしに行こうかね。はい、ということで、今日はね、アルマドカフェに来ました。あれさ、カバーすえ、ちょっとこれ見てみなよ、ほら、ね、ほらほら、なんかいっぱいいるよ。かわいい。イースターのカワウソが、ね、めっちゃかわいい。かわいいじゃん。ということで、さあや、なんとカワウソがいるカフェに来ました。かわいい。カワウソいるでしょ。カワウソのいるカフェですって。すごい。え、歩いてんの？ねえ、お待たせって書いてある。本当だ、かわいい。え、こんなのなんだ。そう、ということで、今日はこちらでランチをしたいと思います。行きましょう。ちなみに今から、イックもね、来てくれるって。そうなの、イックも来るんだ。やったね。やったー。テーブルにもいる。かわいそうだ。お店の真ん中に、かわいい。え、あ、ほら来たじゃん、来たじゃん、ほら。あ、すごいすごい。すごいね。泣いてるね。餌欲しいのかな。可愛い。ゆき見えた？カワウソ。見えました。すごいね。いたいた。あ、来た。カワウソくじがあるけどやる？やる。すごいね。やる？うん。どうぞいます。これ。あ。私はこれ。はい。せーの。じゃあ、1等やった。何でしょう。1等後ろ2等だって。やったね、かわいいじゃん。はい、おめでとうございます。やったー、ありがとうございます。すごいじゃん。私ベッドに置こうかな。ねえ、ご飯も美味しそうだね。ケーキも食べたよ、ケーキも。さや、ほら、さっきの子たちの名前書いてあるよ。アルくん&マドちゃん。ね、早速、さやのお誕生日プレゼントです。そう、実はね、これね、誕生日の日に買いに行ったんだよね。そう、買いに行きました。そう、で、自分で選びました。ということで、今日はこれを早速使いたいと思います。じゃあ、開けよう。かわいい。この白い。そうだね、レイカとシノは見てないから。あ、そう、すごい。と、新しいのサイト。イエーイ。そう、イーストボーイ逆だけど、イーストボーイのお財布と、このね、大好きなホワイト系のバッグを買いました。この色が気に入って買いましたね。そう、これがね、リュックにもできて、サイドに肩掛けにもできるんだよね。うん、じゃあ早速今日詰め替えて使う？使いたい。はい。前のお財布よりちょっと大きくなりました。そうだよね、一回りね、ちょっとそのちっちゃめのもあったんだけど、同じ柄で、うん、少し大きくしたんだよね。そう。で、中は、まあ、ここにカードとか入れて、ここにお札を入れる感じね。うん。で、あとはこのチャックは、まあ、小銭とか入れます。タイプにしました。どうですか、気に入りましたか？気に入りました。どう？はい、今入った。まずは
スマートフォン、スマホ、あとポーチとか、ポーチ、あの今日は財布忘れちゃったので中身ないんですけどあでもよかったね、ぴったりやっぱ色合いも合うし、ぴったりじゃん。あとこれ手帳、あもうすでにこんなにパンパンでございます。これちゃんと閉まるのかな。今日はどうしたの、リュックタイプにするの。あリュックタイプにします。あいいねいいね、うん、入るのでしょ。壊しそうで怖い。あ入った入った。おいいじゃん、サーヤがね、もうホワイト大好きだから。でもちょっとクリームっぽい色合いだからいいね。いくん、はい、これかわいいメタモ、デカメタモ。これね、UFO キャッチャーで100円、100円、100円でね、取れた。ということで、今日のランチはじゃーん、ハンバーグです。おいしそう。シロはミックスサンドじゃなくてチーズハム、ハットサンドね。おしゃれ、おしゃれ、ね、美味しそうだね、うん、ご飯を食べ終わってお父さんとゆきくんはお外でカワウソと遊びます。みんなそこ行っちゃう。カワウソ寝てるよ、ね、落ちそうだよ、めっちゃ頭落ちそう、落ちそう、落ちそうだよ、ほら。あ落ちそう、落ちそうだわ、完全に落ちてたよね今ね、うん。うとうとしてる。かわいい。仲良しだね。仲良しだね。ね。落ちちゃった。ジャグリが。食べ終わりました。お、さやは？後ろ。あ、じゃーん。お、こんな感じです。ほら、良くない？あ、いいじゃん。ね、いい感じでしょ？うん。色合いもいいね。ね。ちょうど春っぽい。すごい、じゃあそれもっとお出かけ行くか。移動してきました。ということで今日はブラブラちょっとしていきたいと思います。さあやは今から何をしに行くんですか。今から映画見に見に行くってか映画のお土産コーナー見に行ってます。何かお土産あるんだね。まあ、映画館のお土産コーナーで体験パンフレットがあるか見に行ってたもいいのかな。パンフレットがね欲しいんだけどね。うん、そうなんでね、なんかこの前なかったんで、ねね、まだ映画ね見れてないんだけどね、6月にウェハースも発売されるみたいで狙ってるそうです。ゆきくん何で遊んでんの。ゆきさん私の大きなタイヤで遊んでんの。今日はゆきくんにもらったんだよね。今日は僕のタイヤ使うよ。よかったね。ゆきくん使うの。変わんない、変わりませんよ。映画館来ました。お、パンフレットはあったね。ありました。よかったね。よかった。もうすごいじゃん、劇場版配給、ね、グッズ、新しいやつ。いいね、あキット見たいね。じゃあパンフレット無事ゲットできました。よかったね。よかった。え、めっちゃかっこいい。この間行ったとこは売り切れだったからね。うん、じゃあ帰って読んでみたいと思います。どう。おー、結構情報持ってる。よかったね。マミちゃんの名前じゃない。そう、まだね、映画はね、友達と見に行くそうなんで。はい。じゃあまだ見れないね。あ、確かに、まだ読めないじゃん。駄菓子屋さんです。ゆうきはいっぱい遊んでね、ケース持ったまま寝てます。おさやはじゃーん。お、何買ったの。すももと、おあとはこれ小梅のお餅。おう、梅、梅、梅。あ、で、これはまあ、赤で。お、赤い。赤か梅だな。あんずぼを買ってきました。安定のあんずぼ。ラスク。お、すごい、うまい方の。そんなのあるんだね。あと、あー、これよく食べて。ハムカツ。ドーナツだわ。ドーナツ。もちたろ。最後に、メイラムネ。あ、メイラムネじゃん。ねえ、これこの間限定のなんかおもちゃついてたよね。そうそうそう。昨日はこれだ。チョコ。いや、なんかさ、もうなんかあれだな。同じようなの。これ一緒じゃん。全部同じようなのしか入ってないんだよ。傘ありすぎだな。これ勇気に見せたら青いの取られるな。そうだね。うん、星の汗かきすぎて前髪がやばいことだって。スピコ来ました。レイカとサーヤがさ、携帯のストラップ欲しいって言ってたじゃん。うん、言ってた、言ってた。ね、じゃあ見てみようか。やったー。ほら、こんなのもある。これいいね。携帯入れだ。これかわいい。
欲しい。こういうの合うかもね、白ね。かわいい。すごいセンター分けになってる。メイカもこういうメガネ好きだよね。なんかかわいい。決まってきました。スマホスタラップ買いたいと思います。相変わらず真っ白ケッケを買うそうです。白、水色もあるかなと思ったんだけど真っ白にしようかな。シノ、これ欲しい。どうしても前髪がこうなっちゃう。お出かけ用に使いたいの。これひなみちゃんだ。鏡とセット。うん、あ、まあいいよ。やったの。じゃあ買いました。じゃあ早速開けてみますか。やったの。くるみちゃんかわいい。バッチリ。前髪伸びたね。いらない。もう目に入っちゃった。出社するみたいだよ。出社さんわけ。できた。これでいいのかな。じゃあ作りました。長っ。調整が不吉祥なさ。違うよ。ビヨーンってビヨーンってなってるけど。あ、作れました。あ、どう？すごい気持ちいい。いいね、すぐ使える。いつも写真撮るときとかさ、バッグから出してたからこれいいかもね。今度はブックオフ来ました。楽しそうだね。おー、でっかいのまた見つけたね。これがいいの？お父さんに聞いてみるか。これまたでかいのが加わろうとしているよ。こっちのもやりたい。こっちもいっぱいあるね。お父さん、見てよ。見てよ。どんどんでかくなっちゃう。どんどんでかくこれ買っていいの？これ買っていいの？でかいね。でかいの買っていいの？本格クレーンじゃん。どんどん大きくなる。これ買っていいの？いいの？お父さんがいいよって言ったらいいよ。で、え、で、これ買うの？ちゃんとね、お父さんと交渉して OK 出ました。これすごいね。でかいの買ったよ。でっかいの買ったね。ハード版の変な家ならあったよ。あ、本当だ。何するの？これにする。お、早い。私はこのワンピースの小説買います。じゃあ、シノはこれ3つを買いました。1つはリザードンのダイマックス版とジャラランガのダイマックスとシノが大好きなスイ君買いました。レザスタ買いました。はい。お、ゆうき君はやたらでかー。父ちゃんでかくなったね。すごいな、ゆうき。かっこいいな。やったね。くるくるで、お、すごい、くるくるできるんじゃん。おー、できた、できた。ちっちゃくなった。私はこの靴買います。これはレインブーツ、ね、ずっとね、レインブーツで欲しい欲しい言ってて、はい、これさやとお揃いだよね。あ、そうなの。そう、さやもね、島村で買ったんだけど、ね、これ結構使いやすい、ね、そうそうそうね、長く使えるかな。うん、ね、これ買ってきます。はい。お、さやは本屋さんで何を買ったんですか？私買いました。お、セブンティーン。セブンティーン、ね、初めて買ってみたんですけど。なんで買ったの、これは？まあ、メイクの参考。じゃあそろそろメイク始めようかなって思ってるので、これを見てメイクの参考にしたいと思います。はい、じゃあ今度メイク動画でも撮ってみるか。うん。私はこれ。これ何？小説。青に沈む君にこの光を。へえ。面白そうじゃない？すごいね、10代の人なの。そう、すごいね。おお。じゃあ読んだら感想聞かせてね。うん。ということで休憩にチーズバーム買いました。クリームチーズ入ってんだって。やったー。終わりない。あ、おいしい。お、ゆきが。あー、ダメダメ。ゆきのある。ゆきのある。ゆきのチーズケーキね。チーズバーム、すごいね。チーズが、チーズたっぷり。おいしい。あーん、どう？おいしいですか？おいしいね。じゃあこれ買ってきました。早速雑誌を買ってメイクをしたくなったらしくて。何買ったんですか？まあ、アイライナー、ちょっと濃いめの茶色と、あとこっちは、あとこっちはなんだっけ、これマスカラ、マスカラ、マスカラのブラックを買いました。ゆうきは早速お子様セット来ました。
ということで、サーヤは石焼ビビンバー、めっちゃ美味しそう、ジュージュー言ってる、美味しそうだね。で、レイカはカルボナーラです。ちなみにシノは餃子をもう食べております。美味しいシノ、美味しい。お母さんと父さんは豚しゃぶとトマトスパを半分こしてます。ということでね、今日は一日お出かけをしました。楽しかった、ね、結構いいお買い物した。 ね、何が一番気に入りましたか。でもシノはクロミちゃんの串と鏡、あ、気に入ってたね、私はまだ使ったことないけど、はい、かっこいい、ね、かっこいいよ、ね、大満足だ、ね、大満足だもんな。サーヤよりプレゼントらしいプレゼントになってる。めっちゃ大きい。まあ、中古なんだけどな。はい、じゃあ片目をつぶる練習どうぞ。あの顔伸びてる。だって伸ばさないとさ、くしゃってなっちゃう。ちゃん口も伸びるんだよね。口も。ね、連携しちゃうの。ハッピーバースデートゥーユー。Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saya. Happy birthday to you. おめでとう。大福しておめでとう。おめでとう。食べたり。